久保さん今回、誰も1円をくれませんにしましょうか。誰も1円くれないんですよ。まあ、お金の銀行ね、ああ、みんなの銀行、また入金がありまして、また動画撮ってたんですけど、毎日入金もありますね。これね、街中歩いてて、渋谷のスクランブル交差点を歩いていて、あ、1円、あの、あなたに1円あげますっていう人生で経験あります僕はないですね。街中歩いてて、いきなり見し、み、みも知らずに、1円あげますって。1円ですよ。 1>, 1円すらもらえなくないですか僕は、僕はすいません。今39年生きてますけど、街中歩いてて1円あげますって言って1円もらった経験は一度たりでもないですね。うん。だからその、お金に困ってるのに、なんでその、それを解決しようとしないのかなと思うんですよ。別にその、解決したくないんだったらいいんですけど、解決した、これが、立ち悪いのが、解決したいと思ってるのに、やらないんですよね。いや、思うなよと <laughs>。 やらないんだったら思う時間ももったいなくないですか稼ごうと思うんだったら稼げようと、うん。もっといい暮らししたいと思うんだったらやろうぜっていう。やればいいだけじゃないですか。挑戦しようぜと。挑戦しないんだったら思っても意味ないじゃないですか。まあ意味はあるかどうかわかんないですけど、ずっと妄想してるのが好きですみたいなね。<laughs> うん、う僕はもう妄想じゃなくてリアルに生きてますんで。 <laughs> リ,リアル、リアルを感じてます。リアルは1円ももらえないっていうリアルがあるんで、だから自分で稼がないといけないって話ですよね。で、自分で稼げないんだったら、給料をもらわないといけないです。でも、給料をもらうという生活は僕は嫌です。会社の奴隷になるんで。少なくても会社に束縛されるし、会社の指示、命令を従わないといけないです。あなたが会社の命令、指示にそぐ、そぐ,あのそぐいた行動してたら、クビになりますよね。どうすか。出勤時間、いや8時、嫌です。 僕はあの6時から出社したいです。バカ野郎ですよね。無理ですよ。通らないですよ。だから給料をもらうってことは何かを犠牲にしないといけないですよ。もちろん自分で稼ぐっていうことも自分の責任っていうところもあるんですけども、僕はその責任を持ってでも自分の自由を手に入れたいと思うので、しっかりビジネスをやっていきます。これからもね。しっかり稼いでいきます。1円でも稼いでいきます。なぜならば会社で給料をください。給料、ボーナスくださいってやりたくないです。僕はね。 いってらっしゃい。